はい、こんにちは。今年もまた11月チャリティーの時期がやってまいりました。私たちがチャリティーを始めてもう29年目になっております。継続してこのように続いている団体はやはり舞踊の先生方皆さんのおかげで続いていると思います。これからも社会福祉のためにどん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 頑張ってもっともっと社会貢献ができるように頑張りますので、たくさんの人が見に来ていらっしゃることが一つのまたボランティアになると思いますので、ぜひ多くの人が11月2日那覇市民会館昼夜公演ですので、たくさんの人で参加よろしくお願いいたします。これ笑顔で、はい。